ストレートエニアグラム二等辺の友人はです、ね、隊長です。隊長でございます、はい、今日はですね、秋広さんからリクエストいただきました、はいはい、秋広さんいつもありがとうございます。自分はタイプ Q、うん、ウィング1、うん、SXSO 盲点、うん、ISFP なのでとあるので、うん、まあ、これはセクシャルでソーシャル盲点なのか、うん、セクシャルソーシャル盲点の、自己保存なのか、まあ、ちょっと分かりませんが、うん、タイプ Q の深掘り考察を聞きたいですと、うん、でまた特に生徳本能についてだとか、うん、体調、まあ、同じタイプ Q ですからね、うんうん、この MBTI の判定だとかを聞いてみたいですといただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。まあ、MBTI についてはちょっとまた別の動画で話をしたいので、うん、今回はこのタイプ Q の、うん、詳細分析、うん、ドン・リチャード・リソさんの性格タイプの分析から行いたいと思います、うん、はい、リソさんいつもありがとうございます、はい、まあ、リソさんはもういないですよね。の日本人ですからね、はいはい、ありがとうございます。あなたの知恵をこう生かしていますと、うんうん、タイプ Q、調停者、平和を好み、人を安心させ、消極的で抑圧された人物とあります。健全な状態、健全なタイプ Q は受容性に富み、率直で気取らず、情緒が安定し、穏やかである。物事を受け入れ、自分も他人も信頼し、こせこせせず、自己と人生にくつろいでいる。辛抱強く、優しくもったいぶらず、自分に対して純粋で気取りがなく、本当にいい人たちである。楽天的で人を安心させ、親切で力を貸し、人々の気分を良くし、なだめ癒す力があり、集団を調和させ人々をまとめる、良き仲裁者、慰める人、くじけないように支える人である。自分のありようをそのまま受け入れていることからくる大いなる威厳と深い平静さと真の安らぎを身につけているとあります、はい、最高の人じゃないですか。最高の人ですね。健全な状態であれば、健全な状態であれば、はい、でより最高の状態、うん、これはもう健全度1ってことですかね、うん、最高の状態、最高の状態、沈着で深い平静さを保ち、うん、心から満足している、うん、自分が自立し充足していると感じ、逆説的であるが自分自身と一体感を抱きながら、同時にその自らとの連帯感ゆえにさらに深い人間関係を築けると感じる。一層活力に満ち、目覚め、自己と他人に対して鋭敏になると書いてあります、うん、ちょっと私が健全度が低いからか、もう何が書いてあるかわからない、まあ、健全度が低いからなのか、タイプ6だからなのか。あー、なるほど。でもタイプ6でも多分健全度がすごい高いと同じ状態だと思うので、ああ、うん、そうだね、うん、要はそのタイプ6の健全度はマックスの状態の時のを見て分かるか分からないかですよ、ね、多分分からないです、うん、で通常の状態、タイプ Q が通常の状態、はい、通常のタイプ Q は控えめで周りに従順し、うん、他人に同調しすぎる、うん、従順であまりにも人当たりがよく融和的で、型にはまった役割と期待を無邪気に疑問を持たずに受け入れている、うん、他人に従属し他人を理想化し、うん、他人を通して生きる、うん、保守的で変化や混乱やどんなものでも圧迫を恐れる、うん、受け身で腰が重く反応が鈍く、うん、自己満足するようになり争いから遠ざかり問題を隠してしまう、うん、武将で感情的に怠惰で精一杯努力するのを嫌がり、無関心な様を示し、怠けて物事をぐずぐず先に伸ばそうとし、問題が一人でに消え去ってしまうまで時間稼ぎをする。これあのリソさんが言ってます。これ僕の気持ちじゃない。じゃああれですね、僕の気持ちじゃないです。現実から耳をそらし、自分の見たくないものには気づかなくなる、うんうん、何事にも関わりを持たず投げやりで軽率である、うん、思考が漠然としてまとまりを欠き、もっぱらあらゆるものがいかに調和し心よくあるべきかという理想化された考えを反芻する、うん、もし問題が消え去らなければタイプ Q は
他人を落ち着かせなだめるために、うん、その問題の深刻さをできる限り軽視して、うん、問題を自分の後ろに隠し、うん、どんな代償を払っても平和を保とうとする、うん、どんなことをしても何も変えられないとでも言うように、うん、禁欲的で宿命論的で諦めきった状態になる、うん、判断力に乏しく、うん、怠惰と体の身という罪を犯し自分の努力や対応なしで問題を解消してくれる魔法のような解決策を探し求める、うん、もうほぼ悪口でしたねこれ。ほぼ悪口ですよねでもこんな状態にあるのかなって思いますよねこれを見ると、まあ、だとしたら、うん、まあ、今ご自身が、うん、その通常の状態よりも、うん、まあ、上のところの3つを、うん、上の方の3つを生き生きしていると思えばいいんじゃないですかいやでももっと上があるはずだって僕はこれがいい状態だって思ったらそこが上いい状態になっちゃうわけじゃないですか、はいはいはい、まあ、確かにこれを読むと、うん、タイプ9はどんなところでもいいって思う、うんうんうん、嘘だとしてもいい、うんうん、いいって思ってるような気はします、うん、はい、で僕の感覚的にここでいいと思ってしまったら、はい、ここがもうマックス最上マックスになっちゃうんで、はい、これがいい状態だって思いたくないんですよね。じゃあ はい、その考えでいきましょう、はい、不健全な状態、うん、不健全なタイプ9はあまりにも抑圧されていて、うん、十分な人格の発達を遂げられなくなる、うん、頼りなく無力になり彼らを自分自身から救い出すために他人が介入しなければならない、うん、意固地になり問題と争いが存在すること、また何か不都合があるということを頑強に否定する、うん、彼らを必要とする人に対して極めてなぎやりで無責任で危険な存在となり、うん、問題が存在し続けると彼らは脅威を与えるすべてのものと関係を断ち、その結果ちゃんとした活動ができなくなる。部位感覚を失い、ぼっこ性になり緊張し動けなくなる。まあ、この辺まで来るともう、うん、まあ、なかなかないと思うんですけどね。まあ、ほとんどいないんじゃないですかね、はい、まあ、本当にうつ病とかっていうレベルです、ね、はい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 。で分裂の方向、うん、不健全なタイプ9は現実からあまりにも有利しているのでもはや人としてまともな働きができない、うん、タイプ6に動くと意識の中に吹き出てくる不安に飲み込まれてしまう、うん、過剰反応し非理性的で恣意逆的になり他人にひどく当たるが一方で自分の面倒を見問題を解決してもらうために今まで以上に人に依存するようになる、うん、堕落したタイプ9は他人が自分自身から救ってくれもう一度何らかの形の関係を築いてくれることを願って恣意逆的になるとあります、うん、統合の方向健全なタイプ9がタイプ3に動くと自分自身と自分の可能性を発展させることに関心を抱くようになる、うん、まあ、今のような状態ですかね。要は、うん、変わらなきゃって思ってる変わらなきゃって思ってる、はい、独りよがりな満足に浸るのをやめて、うん、自分の人生を自分の手で支配し始める、うん、自己感覚が発達するにつれタイプ9はもっと自信を持ち自己を主張し自立するようになる、うん、自尊心も強くなる。もっと意識的になり自分が理想化した世界ではなく現実の世界の中で生き始める。自分が自分自身として存在できることに気づき他人を通して生きるのをやめるとあります、うん、幼児期の原点両親もしくは親代わりの人物、まあ、親、まあ、親ですね、うん、親の双方父親母親と肯定的に結びついている、うん、人格発達において鍵となる要因は両親との間に緊密で支援を受ける関係を保っていたためにタイプ9は他の人々と自分を同一視することを覚えた。タイプ9は自らの主体性を自分を誰か他人と同一視することによってまたその他の人を通して生きることによって築き上げる。深い受容性はタイプ9に情緒の安定と平安を与えているが同時にそれが自分の平和を脅かすものすべてを無視したがる理由であるとあります、まあ、ちょっと 先に行きます、はい、根源的な恐れ、うん、他人から離れること、うん、根源的な欲求
他人との結びつきを見つけること、うん、二次的な動機づけ。タイプ9は調和と平和を求めたがり、争いを仲裁して人々をまとめたがり、物事をそのままに保ちたがり、混乱を招く者一切を自分のもとに寄せつけたがらず、問題と争いを最小限にとどめたがり、受け入れたり現実的に対処するのが難しいものが存在することを否定する。健全な自己感覚。私は平和主義で気楽な人間である。隠された不満。私はこのままの状態で満足しているのに、他人は皆いつも私に変化を強いる。思ってますか？あんまり思ってないですけどね。まあ、その立場もあるかもしれないですけどね。あ、まあ、今一人で仕事されてるし。そうそう。なるほど、うん。主要な防衛規制、抑圧分離否定、うん、固有の誘惑、人の言いなりになりすぎること、うん、通常のタイプ9は融和的態度をとって他人に従うことで人との関係と自らの情緒の平安を保てると考え始める、うん、しかし人に合わせようとしすぎれば問題や争いが起きたとき消極的で投げやりになるという危険に自らを陥れることになる。まあ、普段からこの人に合わせすぎていると譲ることになるっていうことですかね。譲る、うん、まあ譲ってるんですけどねまあまあそうなんですよね、うん、タイプ6もちょっとその辺は人に譲るっていうのは、うん、それでいいのかって話ですよね。はいはい。固有の短所、うん、自己想起に怠惰なこと。タイプ9は全タイプの中で一番文字通り怠惰である。武将で腰が重く周りの世界になかなか適切に反応しない。もっと深い段階では怠惰さは自意識と自己の想起に注ぎ込むべきエネルギーの欠如に関わってくる。自分自身とも他人ともありのままに触れ合おうと努力しない。その結果徐々に偽りの希望と安楽の幻想の世界に生きるようになるとあります。固有の長所、辛抱強さとあります。服従とか義務からの離脱ということとは無関係の希望に満ちた熱心な注意深さ。この大いなる辛抱強さとは、他人が自分独自のやり方で成長できるようにどこまでもそのままにさせておくことである。それは良い親が自分から手を出さずに目の届く距離から見守りながら子供に辛抱強く新しい技能を教える時に見せるような種類の希望と希望に満ちているとあります。これちょっとよくわかるんですけど、僕どうしてもやっぱ、はあ、もう僕やるとか、はあ、はあ、はあって手を出したくなるんですけど、そこは出さないですもんね。そこを辛抱強く信頼して見守ることができるっていうことですかね。取り柄、うん、まあ、こういった辛抱強さっていうことにも関わってくると思うんですけど、感受性の鈍さと宿命論的定観、これ諦めですね、うん、が講じていっても通常のタイプ9はなおも他者との関係を保持したいと望むので、うん、ひどく投げやりな態度に陥るよりも精一杯努力してありのままに他人に応えようとする。人々を受容するという健全な資質によって短期的には自分の心の平安を犠牲にしてもまず他人の必要を満たそうとするとあります。構造様式という項目があるんですけども、まあ、基調となるのは出しゃばらないこと。タイプ9の精神構造には2つの面がある。1つ目は主観的な感情と空想の内的生活。2つ目は主体としての地位を生じさせる対人関係、いや内面と対人関係、このうち優勢なのは内面の方の世界である。最も健全な状態のタイプ9だけが自らの関心を理想化した現実ではなく現実そのものに注ぎ続けることができる。堕落していくにつれ関心は人々との一体感ではなく自分で理想化した相手に集中するようになる。通常から不健全までのタイプ9にとって外交的様式は他人への迎合と出しゃばらなさという様式を取るが、それは平安を保って外の世界を無視するためだけである。基本的には内面生活は空想に支配されていて、彼らは
完全に現実から守られ揺るぎなく不動のままである。ちょっとこれも悪口ですね。悪口、うん、あ、僕の中でごめんなさい、僕の受け取り方ではよくわからない、あの僕の意味が僕のが、うん、これで今受け取ったのは、うん、常に空想の中にいて、うんうん、世の物事も、うんうん、その空想している、うん、なんて言うんだろう、なんか理想イメージ化された中で暮らしている、うん、要はその、うん、リアルに生きていないっていうのがどういう状態なのかがいまいちピンとこない。あ、なるだと生きてるのか、例えば空想の中で生きられないじゃないですか、現実的に。でも要は現実的に起こっている、うん、例えば問題とか、うんうんうん、やらなきゃいけないことを、うんうんうん、僕の理想の中ではこれはやりたくないことだからやらない、うんうん、でも例えば会社で働いてて、はい、これはやらなきゃいけないけどやらないとはできないわけじゃないですか。できないけども、うん、今の現代社会だと、うん、なかなかそのやってほしい仕事量があるけれども、うんうん、それを押し付けることはできない、うんうん、から今一般論的な話をしてます。一般論的な、なのでそのこの人がここまでしかできないと思ってる現実 と、うん、まあ、一般的な現実ではこの辺までしてほしいんだよね、うん、っていうこの乖離が、うん、生じているのではないかっていうことが書いてあるのかなと思ったんですね。で、うん、すごい健全度の高いタイプ Q だけが、うん、その自分の特性を生かして、うん、外の世界とちゃんと、コミットしている、うん、このなんかなんとなくこうわからないのが、はい、そうやってできない空想の中に出て現実的なことはできないっていうのと、はいはい、合わせて全部やってしまうって両方あるじゃないですか。ああ、もう酸いも甘いも全部飲み込んでやっていうことですか。って言われたら断ることができなくて全部やってしまうみたいな、悪い部分もあるみたいなのがこう相反してるなみたいな部分があって、はい、これどういう状態なのかなみたいなっていうところがちょっとなんか難しすぎて分からないみたいな。あ、確かにその、うん、ただ、そうですね、うん、今の話を僕が考えると、うん、やれって言うことやるわけですもんね。やらなきゃと思う。やれなのでこう関係性を崩したくないからやれって言われたら何でもはいはいってやっちゃうのは悪いとこですよって言われてるわけじゃないですか。はいはいはい。でその一方でその現実的なところからこう、あっていうと、まあ今の話はちょっと僕の持ち出した言い方がちょっと違ってたのかもしれない、うんはいはい、からそう、そのまあ要はその空想に引きこもって出たら生きていけないじゃないですか、はい、うん、現実的に会社に行ってぼ、うん、はいはい、ーっとしてでもはいはい、はい、クビになるだけみたいな、はいはいはい、で、まあ、そんな人は雇われないみたいな、まあ、最初からそういう状態はありますけど、ってなるとそれはこう、まあ、あれか、例えば健全度、あ、健全な状態が1、2、3ですよね。1、2、3で通常の状態があって、はい、4、5、6で、まあ、4の人と6の人でもだいぶ違うし、まあ、そうですね、うん、はいはい、6の人と、まあ、8の人ではまたもっと違うしみたいな、まあ、基本この3つぐらいを行き来してるって言いますからね、はい、なのでその、まあ、4の人はまあそこまで思ってない、6の人は結構思ってるとかっていうのがあるのかもしれないですね、はい、5の人とか、まあ、細かいニュアンス、そこまで怠惰じゃないみたいな、怠惰もこう4の人だったらこれぐらいが、6の人だったらこれぐらいになってみたいな、あ、レベルの問題かもしれないですね、その辺の違和感は。ただまあ、うん、そういった面があるって思ってるだけでも、うんうんうん、何かまあやろうとするのかなとは思うんですね。やろうと、はい、やろうとしてんじゃないかなとは思うんですけどね。まあそう、やろうとしてるっていうのが空想なのかもしれないですね。空想の中でやろうとしてるみたいな感じで現実的にはやってないみたいな。あとまあ、うん、体調はまあピンとこないかもしれないんですけど、うんうん、その人に対しても理想化した人とっていうのが書いてあって、うん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 、果たしてこの今、相方関係でやっているこの M8 招待、はいはい、タイプ6はどう思われているんだろうっていうのはちょっと気になるところ化したその 気になるところではありますが、うん、聞くと傷つくといけないので聞きません。うん、その僕その理想化した人と何でしたっけ？最も健全なタイプ9だけが自らの関心を
理想化した現実ではなく、うん、現実そのものに注ぐことができる、うん、通常のタイプ Q は関心は人々との一体感ではなく、うん、自分で理想化した相手に集中するようになる。なんで、うん、自分で理想化した相手っていうのが何なんでしょうね、うん、何なのかなっていう。自分で理想化した相手、相手と一体感 に集中する。集中する。なんでっていうのはいいこと悪いこと、悪いことってことじゃないですか。悪いことってことですよね、はい、要は、うん、そういう人じゃないのに、うん、もうそういう人なんだで、うんうん、要は自分ではなく自分で生きるべきなのにこの人で生きるっていう、要はタイプ Q ってその、うん、通常とかだと人を通して生きるっていうじゃないですか、うんうんうん、だから自分自身ではなくその理想化した人を通して生きてるっていうのは良くないことですよって言ってるのかなって、うんうん、だからいや自分論ですねあ今度ちょっと自分論やりましょうよ、うん、はいはい、あのタイプ Q とタイプ6の、うん、自分がないメンバーによる自分論はい、はい、でございましたと、はい、そんな感じで秋広さんいかがでしょうありがとうございました、はい、チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。ありがとうございました。